アベクトゥメフメシノンネット京都チャンネル今宮神社高校生ぐらいの人やろな。もう何ちょっとボンドルコールくらいで小遣いあげるし100円もって大きいよな、子供が。で、1000円渡されて、ちょっとゴム塗り買うてきて、ゴム塗り、今なあかんで、みたいなの言われた。ゴム塗りな、みたいな。女の人と女、男の子供が、うん、言うて、100円持たしよ。おー、言うて。で、ゴム塗り買いに行くとき、言われた。店のおじさんに。これ、あんたが使うんかいって。うん、ほんまにあんたが頼まれたんちゃうかな、うん、言うて。あんたそうやんな。あんねんな。今から思ったら。その時何も思わへんかったけどな。やっぱそういうな、その警察から言われて。ちゃう、お店も。何回にここだ、このまま。言わ出した、お釣りと。お小遣いも。分からへんよな、死んだ遊びも、そう。はい。それぐらいも。それは子供に。俺は嬉しいよな。え100円もらうよ、そりゃ。まだお前作り迎えるわ、思うね。嬉しいか、思うで。高校生ぐらいの女の人やか。ね、兄ちゃんと。一緒に寝られてたよな。え一緒にラリーそうちゃうシンガーズもそうたんちゃう。まあ今シンガーズなんか薬みたいよな今な。あシンガーシンガーじゃないよな。なんかカプセルみたいな。あローソンの時もおってんシンガー臭いやつもあの動画だ中卒の動画だやつもう近く行ったらシーナの匂いするの入ってくるからシーナの匂いするのうっせんざもう体からシーナうわーとにじみ抜くわ100円のチョコレートはガム10円のが買いようで風呂ちょうだいあこれシーナしような思ってもうええしまとめてやるの3つぐらいでありがとう言うぞそこにシーナ入れてするのかなったにやっとけ思いながらもう臭いし早く出てきて思うけどな買い物袋ただやもんなで安々に買うよ袋が多いもん多めの袋やんないで喜んどったシンガー中あそこのマンションな、うん、マンションの上覚えてへんけローソンのあマンションの上なそこに住んどるめっちゃ便利よもうあのビルなくなってるけどななしょっちゅう買いに行けよタイムで部屋でシンナーして遊んどるしちょっとちょでその上にヤブザも住んどるこれでタンクトップでヤブザバーもうもうビセルガー出して短パン入れうわーもうなんか買いに来ようねよ銭湯ちゃうし断れへんわなあほんなら断らへんよな、うん、普通に喋ってるほんでもう顔なじみやし普通に喋ってるわこれだけど寿司屋に来たヤクザ怖かったで寿司屋と駅前の寿司屋 あ駅前の方で俺が事務所あったしバイトの時やあそこの事務所の人が上に行けはんねんよ上の方はそんな怖なかったけど下の方が怖かったわすぐ見よもうなんかガン
さん飛ばして、なんか俺が通るたびにドス聞いてんねん。あれ怖かったわ。あそこ武闘派かなんかじゃん。なんか拳銃撃たれてたけどな。いや、武闘派みたいな、なんか聞いたことあるけどな。なんか迫力あったで、昼に寿司食ってみながら。これ、後ろで見てた感じだけど。あそこもあらへんの？なくなったな、事務所。防体法で上がるのとちゃうの？みたいな。で、出ていけ。あの商店街の中華屋か。あそこまだ潰れてあのまだ取り壊してるんでしょうか。中華屋長いことあったな。ほんまあった。あそこの店自体なくなった。だいぶ前に閉店みたいな。いつ閉店しようか。そか知らんねえか。知らんまりただな。よう食いに行ってたの。仲良かったもんじゃあそこの兄ちゃん。ああ。ガラの悪い兄ちゃんやったけど、まあ、仲良くなったわ。しょっちゅう食いに行ってたし。あの、休憩に行くんやな、パチンコ。ああ、飯食いに行ってた、パチンコ。行っとく、仕事して。パチンコ、もう、しょっちゅう行って、あそこしょっちゅう飯食ってた。で、チェリーで貯めた金を、パチンコで半分ぐらい焦がした。このままじゃなくなるもんで乗りつくの。だいぶダメだよ、俺チェリーで。200万以上ダメだよ。頑張ったな。いや、使うまああらへん、元気あらへんねん。ハードすぎて仕事が。あの時はほんま、頬がこけてたからな。元気あらへんねん、使うまなかったわ。やろうぜ、やろうぜ。あれはハードよ。もう今残れたら無理やるな。あんなしんどい仕事今分かれてるよもう、ね、あルートマンのと営業と。そうすればしんどいやな。営業しながら運ぶって時間が足りん。ブラックやな。全然つかへんもん。で、日変わるし、タイムカード押せよ、言われるけど。あ、まあ。そんなに忙しかった。で、タイムカード押してからまた仕事や。買い手が事務処理せなあかん。金の計算と、あと、何が何も売れたら、バーッと用が欲しい。金の計算すんのが時間があった。で、伝票出して、その伝票と、照らし合わせて、で金と合わさなそれ合わへんけど、まだ最初から計算合わへん時あんねん、何回やっても。もらい忘れてんねんよな。多い言うことはめったにないわ。少ないのはしょっちゅうあるね。もう、早帰りたいやん、こっちは。もう12時回ってあれやし、もうほんで自分のボケとかよく出すねん。1000円、2000円とか。多い時俺5000円ぐらい出したわ。もう帰れへんもん、あらへんねん。でも、計算しても。合わへんさからもう、金庫に入れられへん。伝票と一緒に入れなあかんって。もう帰れへんから、もうええわ、もう5000円出す。しょっちゅう、しょっちゅう重かったな。上司に怒られるから、お前そんなことしてたら何してんの？何してんのか分からへんと思う。仕事しに来ても何してんのか分からへんと思う。記事もらわなあかんやんけ、って言われて。はあはあ、言うてたけど。しゃねえ、帰れへんよ、すいません。なんか、夏しんどいけど、冬はまだマシやねん。お、冬はな、もう布団でんけ。冬、極端やもんな。冬な、精神的に参りますわ。
うま。1日1ケースを売れる。うま。きついな、それ。売れへんで、ゼロ。しゃあないし、自分で買うねん。2ケースぐらい。これ持って帰ってな。俺、スギちゃんの持ってきたもん、何だったかな。ないか。ジュース。うま。家にはケースあったもん、ほんとは。どっこうて。あれ、ずっと夏やったら持ってへんじゃん。あ、ずっと夏やったら倒れてるやん。しかし、春と秋がちょうどぐらいなんやから。夏が一年中やったら倒れてる。あ、もう一年も持たへん。冬場のあの、あれがあるしやん。で、売れへんやろ。隣のルートのやつな、と休憩してるとこ大体分かってるし、家が休憩してるし、で、しゃべりに行く。コーヒー持って。で、2時間ほどしゃべって。そうそう、行くわーって。俺、そうやけどな、営業の営業機関だと思うんで、今でも行かされてるのはずやわ、それ。どうやろ。なんで、あの、昔注文出す建築地に気にしてもらってるやん。ああ。まあ、そういうのはやっぱりその時の営業の関係あると思うんだけど、そこで営業も何もやってないんで、いきなり大工さんやってるよりは全然ちゃう、うん、営業効果。ああ、そうやって思い出もどんどんチェリーはほんまに思い出よ。しんどかったけど楽しそう。思わかってんけどな、ものすごい面白かった、ね、チェリーものすごい浸透してることだけど、うまかった。釣り竿、後ろに釣り竿。え、美濃の滝、俺釣り竿ってもとかあったじゃん。